さあ続いてがいよいよゲストステージということで、はいね、楽しみにされてる方多いと思いますけれども、ちょっと一つだけいいですか、はい、今からのステージを楽しみに今日9時40分スタートしましたけども、その前に並んで最前列を確保したファンの皆さんがいました、はい、で最前列を確保して、荷物を置いてどっか行くわけではなく、ずっとその席をちゃんとそうなんですよ温めてくれていたということは、はい10時間ほぼほぼ付き合ってくれたということで、ちょっと拍手を送りたいと思います。最前列の方々に拍手を。いや本当にね、だから私たちもすごい、はい、ね、楽しく進行することができましたし、はい、お疲れ様でございます。お待たせいたしました。お待たせしました。はい。はい、ではお待ちかね、HKT48 のステージです。盛り上がる準備できてますか？イエーイ！イエーイ！ではプロフィールご紹介します。AKB48 グループ第4弾として2011年に福岡に発足した HKT48 は2013年3月20日スキスキスキップで CD デビューし、今年2月には最新シングル君はもっとできるをリリース。ボスイーゾ福岡1階の常設劇場にて連日公演を開催していらっしゃいます。はい、はい、もう言わずと知れたね、もう福岡が誇るアイドルですけども、はい、今スマホカメラを構えていらっしゃる方々にちょっとお知らせがございまして、はい、撮影、録音、録画 OK でございます。イエーイ、登場の瞬間から回していいということですので、もうちょっと、ね、ぜひ構えてください。ごめんなさい。 OK という許可をね、はい、いただいておりましたんで、はい、どうぞ記憶記録していただきながら楽しんでいただきたいと思います、はい、準備ですか？こっち側の人いいですか？はい、こっち側の人いいですか？中央の方いいですか？後ろの方の人いいですか？後ろの方の人いいですか？全体 OK ですか？いきましょう。Come on!
博多どんたく港祭り、皆さん楽しんでますか？ありがとうございます。昨日に引き続き、昨日の前夜祭に引き続き、このステージのラストを HKT48 任せていただきました。本当に久しぶりにこう年に1回のお祭りを味わうと、もう活気がすごくてですね、本当に奥の方までありがとうございます。ありがとうございます。お昼から私たちもパレードに参加させていただいたり、花自動車を見たり、本当にいろんなところの演舞台とか、ああどんたくらしい季節が来たなと思って、そのステージにいられることに本当に私たち心が踊っております。HKT48 をですね、初めて見るという方もぜひ手拍子で一緒に盛り上がってくださいますか？イエーイ、ありがとうございます。このステージ最後の最後まで皆さんと一緒に熱狂していければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで次の曲に行きたいと思いますが、皆さんもっともっと盛り上がれますか？イエーイ。それでは次の曲に行きたいと思います。盛り上がっていくぞ。
さんの声援ありがとうございます。ありがとうございます。ラストスパートになってしまうんですけれども、皆さんまだまだ盛り上がれますか？もっともっと声聞かせてくれますか？それでは聞いてください。君はもっとできる。君はもっとできる。